スペインが延長戦の末、開催国フランスを5対3で破り、92年バルセロナ大会以来、32年ぶりの2度目の優勝を飾った。3年前の東京大会決勝で敗れた悔しさを晴らした。試合は前半から点の取り合いとなった。開始11分、フランスが先手を取る、MF ミロ、22、が右サイドで相手のクリアミスを拾うと、左足を振って先制点を奪った。 パスワークが自慢のスペインがすぐにやり返す同18分に右サイドの攻撃からバルセロナ所属の MF ロペス21がゴール左に流し込んで同点25分にも左サイドからの攻撃で再びロペスがこぼれ球を押し込んであっという間に逆転に成功大観衆を黙らせたさらに28分には10番 MF バエナ23 がペナルティーエリア左から直接 FK を決めて点差を広げた。後半は防戦一方となる。地元の声援を受けて勢いに乗る相手の圧に押されて、後半34分にセットプレーから失点。試合終了間際に CK の場面で VAR が介入し、PK を奪われた。これを沈められて土壇場で追いつかれ、延長戦に突入した。延長戦で息を吹き返したスペインは、 延長前半10分、持ち味のパスワークから決勝点が生まれる。中央突破から途中出場の FW 亀梁、23、が抜け出して相手ゴールキーパーを嘲笑う華麗なループシュートでゴールネットを揺らした。終盤にはカウンターで追加点を奪いとどめを刺した。ダイヤウェイの中、最後まで質の高いサッカーで死闘を制した。